MLB、ML 吉田正隆が満塁弾 &3 安打6打点サイクル大手の大暴れ。打率317で、首位打者者提見。今季2本目の満塁弾、日本人メジャー1年目では、2003年、松井秀樹以来、R ソックス11位をカブス、日本時間17日、シカゴ。レッドソックスの吉田正隆外野手が16日、日本時間17日。 敵地でのカブス戦に5番左翼で出場し、11号満塁弾を含む5打数3安打6打点と大暴れの活躍を見せた。5回2死満塁からは右翼席に突き刺す11号満塁弾。超弾丸打球にカブスの鈴木誠也外野手も見上げるしかなかった。試合は11対5で勝利し、貯金6に。打率は317となった。 実際の動画、吉田正隆の満塁弾に敵地も大歓声。鈴木の通常を超える強烈アーチ。注目の記録が止まっても関係なかった。吉田は15日、同16日の同カードで無安打に終わり、一郎の7試合を超える日本人最長の連続試合マルチアンダが8でストップ。だが5回2試満塁の第3打席で今季2本目となるグランドスラムを放った。 ゴジラに肩を並べた。日本人メジャー選手でシーズンに2本の満塁弾を記録したのは5人目6度目。メジャー挑戦1年目に限れば2003年の松井秀樹以来2人目となった。7回1・1・二塁の第4打席では宇宙間を破る2点的地3塁打を放った。球団の新人選手で1試合6打点を複数記録したのは史上3人目。 9回にはタッカーバーンハート保守の超地球を右安打し3安打を記録。サイクル安打に大手をかける活躍だった。打率は317となり、リーグトップの打率323を記録するヤンディ・ディアス内野手レイズを射程圏に捉えている。